眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、夏暑いですね。暑い。もう、毎年のこと、毎年なんですけど、はい、今年の夏は暑いってね。今年の夏は暑いってのはもう毎年言ってるじゃないですか。まあまあ言ってますね。ね。ほとんど言ってます、ね。ほとんど言ってるでしょ。はいはい、で今年の風はとか、今年の、雪はとか、まあ大体今年のっていうこと言うんだけど、うん、忘れてんのかね。去年の出来事。ああ、うん、確かに。で、僕調べてみたんですよ。はいはい、本当に今年の夏は本当暑いのつって、ね、調べてみたんですよ。うん、そしたら、はい、確かに、年々少しずつだけど、平均気温上がってんだよね。うんうんうん、ですよね。ごめんなさい、だよねとか言ってた。いや、今これでチャンネル登録してくれて減っちゃうわ、これ。いやいや、そんなことでは減らないと思いますよ。いやー、ちょっと、大丈夫です。しばらくここ最近謙虚にって言ってるもん、ね。そうですかね。200回超えてね、はい。もう僕のキャラクターもだいぶ変わって、ね。今までの男らしいキャラクターはどこ行っちゃったのってね、心配されてる、コメントがすごく多いんですけど、あ、大丈夫です。安心していただければと思います。いや先生、そんなコメントは来てないです。そうですか。大丈夫です。あ、なんかでも、はい、なんかそういうふうに言われてんじゃないかなと。もともとの本当の性格でいいんだよってみんな言ってくれてんのかなってね、いつも思ってはいるけど、でもまあね、もうこれが令和ですからね。うん。冷たく和む令和ですからね。まあいいでしょう。冷たく和むの令和じゃないですよ。うんうん。まあいいんですよ。二水がついてようか三水がついてようか何だっていいんですよ。いや、どっちもついてないんですよ。二水も三水もついてないバージョンなんですよ。そうですか。そうなんです。で、ちなみにね、1975年の7月の最高気温っていうのが、はい、29.4 度。30度いってないんだ。そうなんです。8月でようやく 31.5 度なんですよ。最高が。そうそうそう。そうなんです。そうなんです。いや、じゃあ10度近く上がってるってことですね。そうなんです。そうだ。すごね。しかもそれが毎日ですもんね、この。まあそうです、そうです。うん。そうなんだ。そうなんです。ちなみに1876年って、明治時代。それ記録残ってるんですか？そう、残ってるんですけど。28.6 度が7月。うん、で、8月31.6 度。あ、じゃあそこは変わんないですね。100年経っても。まあ確かにね、だからここ急に80年代から急激に上がってるっていうのは、なるほど、エアコンとか、はいはいはい、ねえ、そういうフロンガス等のこと、オゾン層破壊とか、環境破壊とか、そういうの関係してるんでしょ？ねえ、だいぶ変わってますよね。いや、相当違いますね。あとやっぱポールシフト、本当にだから、その分どっかが寒くなってたりとかするんじゃないですか。ずれてるだけで。だから本当に熱帯雨林になってるんですよ、日本が。かつての日本と同じ、植物が生えなくなってるんですよね。なるほどね。確かに今年パイナップルたくさん食べますもん、僕。なんかやったらパイナップル出てくるんですよ、ね。そうですね。それ多分、日本、国産なんですか？国産なんですか？そのパイナップル先生が召し上がられてるやつは。いや、それちょっとわかんないけど、多分国産じゃないかな、うち。そう、ちょっと何とも言えないな、知識がないから。知識がないから、全然正確な突っ込みできない。いや、だけど、だって本当に、我々がちっちゃい時って、夏だったら、夏用のシャツ、ワイシャツにネクタイ、で、夏用のシャツ、スーツとかもね、うん、サラリーマン着てたじゃないですか、うん、今もうほとんどフィリピンみたいな格好してるでしょ、みんなワイシャツに。ああ、確かに。半袖のワイシャツになんか知んないけど、ナイロンのリュックしょって。うん、ね。ちょっと。なんかそういう感じで、もう本当になんか日本じゃないみたいだね。うん、まあでも確かに。南国みたいですね。南国みたい。うん。確かに。昨日もゴーヤチャンプルだったかな、うち。いや、うん、それはだから、うん、気温関係ないでしょ、それ。いや、でも本当にね、時代はどん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 変わってはいますけどね。うん、そうそう、この間あの、コメントでね、はい、すごくいいコメントくださった方がいて、はい、コメントというかね、新しいネタを提供してくださったのは、はい、信長がもし本能寺の変で死ななかったら、どうなってたかっていう、はいはい、これは面白い質問をしてくれたなと思って。
雪男さんっていう方でね、はい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 、雪男さんっていうんですかね、雪男さんでよろしいんですかね、あのね、信長がもし本能寺の変で死んでなかったらどうなってたかっていう質問してくださって、いや、僕もね、それ面白いなと思ってはいるんです。いや、信長がもしあのままね、生きてたら、どうなんですかね。山崎さん、まず天下統一してますもんね。そうでしょうね。信長が、ね。そうでしょうね。でも思ったんですけど、はいはい、私程度の知識だと、あはは、どう、想像してみたんですよ、あの時に。あ、それ面白そうだなと思って、どうなるんだろう。まず天下統一はしてるよなと思って、でもそのうち信長も、まあ殺されはしなくても寿命で亡くなるよなと、まあそうです、ね。寿命で亡くなった時に、この後、その後の権力争いもみたいなものが始まって、で、ただ、復讐、要は、まあ、あの、仇討ちはなくなるわけじゃないですか。仇討ちがなくなるから、秀吉が出世することはなかったのかな、いうのは思いましたね。ただ、結局誰かが、それにすげ変わって、で、太平の世の中が起こるんじゃないかなって思ったんですけどね。ああ、太平の世の中に誰かがしてくれるんじゃないかなって勝手に思ったんですけど、ね、それが徳川じゃなくなるっていう。なるほどなるほど。なんだろうな。僕ね、だからね、それで今の日本がどう変わったかって考えたんですよ。で、今の日本がどうしてこうなったかっていう時に、一番重要なのは、まあ、明治維新、で明治維新が起きた大きな大きな要因っていうのはやっぱり鎖国に至る理由、で鎖国っていうものをね、まあその開国するかどうかっていう話も一つその明治維新に向かう大きな要件だったでしょ、はいはい、でじゃあなんで鎖国してたのか、でなんで鎖国してたのかっていうと、徳川家康が、階級制度が崩壊するのを恐れたためなんですよ。要は、海外のものを取り入れるときに入ってきちゃうのは、キリスト教ですね。で、キリスト教があると、日本が独自に考えている階級、これ独自なんですよ。基本的に家康は、日本を統一させる、そして徳川家を、未来永劫をずっと永続させるためにどうすればいいかって、あの人頭いいんです、すごく。その時に、日本の国民の中で一番不満が上がらないような、システムを作んなきゃいけない。そして、太平っていうのは、あくまでも日本の平和っていうのは庶民のためじゃなくて、徳川の、平和のため、徳川を存続させるために和っていうものがすごい重要だった。で、その和を作るためにみんなに納得してもらうための階級制度っていうのは、士農工商です。武士の真下に農民を持ってくることによって、まあ、それまで多かった百姓一揆とかも、また農民のその、やっぱり、不満っていうのも取り除けるんじゃないかっていうと、人の気持ちをコントロールする、いわば帝王学そのものですよね。で、これが徳川家康が一番やったことであり、鎖国に至った大きな大きな要因なんですよ。だからどちらかっていうと、織田信長ってキリスト教 OK って海外貿易 OK ね。だから、もしあの人が生きてたら、まず家康には行かないですよね。そうか、そうか。そう。で、そうすると鎖国に行かないですよね。で、僕、今の、世の中を作ったのは、もうさっき言ったように、明治維新。その後に、太平洋戦争。で、太平洋戦争に至るまでが大東亜共栄圏の拡大。っていうのがあるんですけど、もう、織田信長のタイミングでね、中国とかその辺まではもう絶対侵攻してるんですよ。間違いなくあの人も考えてることだから。そうすると、そのタイミングで中国に侵攻してることをヨーロッパ勢が許してくれてるかどうか。これが、例えば、第二次世界大戦直後のね、東洋人への差別が起こした、いや、あれ差別じゃないとかって差別なのかとかっていう話になってくると、またちょっと別の話になってくるんだけど、あれによってやっぱり日本はオランダやイギリスが
植民地を拡大するのは許せても、うん、日本がやるなんて、うん、絶対それは許せないなんていう、その発想で、うん、あの中世のヨーロッパがいたとしたら、うん、多分織田信長が、織田信長が中国の方に侵攻することも多分許してなかった、うん、となると日本多分乗っ取られてるんじゃないかなって、うん、っていう僕は思ってはいるんです、うん、だから織田信長が生きてたら日本なかったのかなっていう派なんですよ。なるほど。ええー。あ、じゃあ全然変わってきますね。いや、でしょ多分。うん。あ、面白いわ。そうそうそう。だから本来だったらば、あの幕末なんかも、うん、あれって日本、なんとか乗っ取ろうっていう人たちたくさんいたんですよ。うん、あれもやっぱり。うん。うん、だから本当にね、日本って綱渡りのような感じでね、うん、いろんな国からやっぱりこう、なんかこう狙われてはいるのに、なぜか今のところ形の上では独立国家として成り立ってるのって、うん、本当にまぐれ、うんうん、ですね、うん、あれ。しかしね、あれ不思議ですよね。第二次世界大戦終わった後、うん、まあ、ドイツと日本が負けて、うん、まあ、ドイツに関してはね、まあいろいろもう第一次世界大戦の時も罰金を、多額の罰金を払うわけでしょ、うん、日本ってただで住んでいるわけないと思うんですけど、うん、なんでですかねこれ、うん、もうもちろんその、あの、米軍の基地を置くとかそういうような条件付きのものはあるんですけど、うん、憲法を変えなきゃいけないとかね、うん。でもまだ甘いですよね、本来ならばね。うん、なんでですかね。だから変な話、日本の教育なんかもやっぱり変えていくとか、うん、まあそういうのも当然やってますでしょう、うん。日本を徹底的に変えるとかってやってますでしょう、うん。うん。だけどまだ甘いと思ってて、僕はね、うん、それでよく済んだなっていうのは、うん。まあ、駐留させたから、はい、米軍をね。うんうんうん。駐留させたからそれで OK だったんですかね。駐留というか、まあ、結果的に駐留になったけど、まあ、占領したからってことで OK だったんですかね。よくわかんないですけどね。え、まあ、朝鮮の半島でまたあのすぐ戦争が始まっちゃったから、うんうん、日本どころじゃないとか、うんうん、そういう話もあるんですけど、そんな安直な話じゃないとは思うしね。うん、うん、なんか、あれ、変な話、ちょっと徹底的に日本を手術しようと思ってやって、ちょっとこうメスで、ビュッとお腹を開いたら、やば、これ触っちゃいけないものがある、この日本。うん、っていう感じだなって僕思った。ああ、なるほど。うん。だ本当は日本の日本列島っていうのは、ヨーロッパ、うん、そしてアメリカ、ロシアで、こう、3等分される予定だったんですよ。うん。うん、それを何もされないでそのまま住んでるって、うん、うん、すごい、うん、ちょっと長の話と変わっちゃうかもなんですけど、うん、私が村上龍好きで、うんうんうん、村上龍のだから特に好きな話があって、うんうん、それはあの5分後の世界っていう話なんですけど、あの太平洋戦争で日本が、うんうん、あの、あ、面白いですねあれ。あ、そうそう、うん、原爆を落とされても、うん、あのもしも降伏しないで戦争を続けてたらどうなってたかっていうのを、まあ、結構リアルに、うんうんうん、描いてるというか小説にしてるんですよね。面白いですね。あれ面白いですよね、うんうん、でその話で言うと、うん、あの後 いくつかの都市に原爆が落ちるんですよね。うん、落ちるんですよ、うん、でそれでも降伏しないから、この東京にも落ちたりするのかな、うんうん、でその間にあの地下に、うんうん、地下の国を作るんですよね、地下に、うん、でそこに、天皇陛下をかくまって、うんうん、で軍の上層部とかも全部そこに、まあ、あの逃げていって、うん、でその間にどんどん外国は占領してくるから、うん、表の地上は混血だらけになるんですよね、うんうん、で純粋な日本人だけが地下にいるんですよ、うんうん、なるほどなるほど。でそこに残った生き残ったその日本人っていうのは、うんうん、アジアとかで戦って帰ってきた人たちも含めて、うんうん、で地下に
潜るんですよね、うん、で日本が本当に勝つこと考えてるからゲリラ戦で今度戦っていくんですけど、うんうん、全員英語ペラペラなんですよ、はあ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 、でそもそも敵国の言葉がもうわからないのに勝とうと思ってる時点で、うん、もう頭おかしいと思ってるんですよね、うん、その中の人たちは、うんうん、地下に潜った人たちは、うんうん、で当時の日本って、うん、その英語一切禁止にしてたりしてたじゃないですか、ね、だからもうその考え方自体がナンセンスで、うん、本当に敵国のことを倒したいんだったら敵国のことをより知らなければいけないのに、うんうん、英語を禁止にするとか、うんうん、いうこと自体が戦前の原爆を落とされる前の地下に潜る前の日本はそもそも間違えてたっていうような、うんうん、そういう、まあ、村上龍さんの、まあ、考え方も含めて反映されて、うん、めちゃくちゃ面白い小説でした。 あれは最後どうなるんですか。最後はね、変わらないんですよ。変わらないんだけど、結局ね、地下から日本人の良さとか、そういうものを世界に発信、うんうん、これからも発信し続けていくみたいな話で終わったっちゃう。ああ、なるほど、ね。で、後で続編もあるんですよ、あれ。はい、続5分後の世界っていうのがあって、それはそれで面白いんですけど、ね。はい、うん、まあ、とにかく、地上、日本はもう地上はもうめちゃくちゃになっちゃいます。ほうほうほう。東北は、うん、東北とか新潟はソ連の領土になって、うん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 、それで、首都圏から中部地方はアメリカの持ち物になって、そうだね、そうそうそう、九州がヨーロッパね。とか、そう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 、うん、中国もどっか絡んでた。ああ、そっか、うん。すごい面白かったな。へえ、中国も取るんだ。へえ。確か。はい。あれはダウンフォール作戦とかのその辺の下りは長いんですか。ああ、もう全部原爆だけで1億玉砕。そうですね。へえ、そうなんだ。あ、すごい面白かったですよ、ね。あ、でも、うん、あ、いやいや。いや、その原爆であれで本当に天皇陛下が戦争やめなかったら、うん、あれは日本も多分もうないですからね。いや、本当に大変なことになってたんでしょうね。まあ、ごめんなさい、なんか話おっちゃったけど。うん、あ、待って、別に。そうそう。なんかその、地上にいる混血の人たちより、うん、きちんとした英語喋るんですよ。ああ、はい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 。そうですか。うん、政府は絡んでるの？日本政府が絡んで統一してんの？その地下の世界を。そう、まあ、軍部なんですけど。ああ、そうですか、で。上下の関係はそんなになくて。ほー、うん、そこまでね。なくて、へー、うん。でもちゃんと、ちゃんとあれですよ。年上の人を敬うとか、そういうこと、考えはもちろん残ってるんですよ。なんせ日本ですから、残ってるんだけど、なんかね、その天皇陛下を中心に、全部、独裁みたいな感じではないんですよ。ああ、なるほどね。そうそうそう。はあ。まあでも、信長がね、そのまま、天下を統一して、うん、そのままで行くとはやっぱ思いませんけどね。やっぱりその後の家康のあの死の交渉は賢いな、うん、あれは。あれよく思いついたなと思って。タヌキですね。まさに、あの人のやり方は。その後の家光だったりとかね、ちょっとあんまり頭いい人はいないなって僕は思ってはいるんです。あんなこと言ったら怒られちゃうかな。だけど、家康だけは、あれ、もうどんな会社の社長やっても成功するんじゃないですか。確かに。うん。あれ、帝王学ですよ、うん。うん。いろんな人の気持ちをコントロールするための、なんていうの、釘をしっかり打ってる。参勤交代もすごいでしょ。もう、本当に、もうなんて、いろんな人を見て、秀吉や信長のやってたミスとかそういったことも見て、俺だったらこうしようとかって言ってね。で、しかも、本当ずる賢いなっていうのはもうまさに、農民、師匠高能だった階級を新能に持ってったことで、やったーって思ってんだけど、最初から武士なんて、
もうトップで、武士以下は逆にすごい差をつけているわけですよ。だからどうでもいいわけですよ。でも家康はそれを変えることぐらい幕府にとっては無料じゃないです。ただじゃないですか、そんなの労力。それをやって、いや、頭いいし、でもそれはもう全国の社長にね、勉強してほしいね、そういうこと。確かに。息子に代を受け継ぐのは簡単だけど、息子に学校が教えてくれたかった帝王学っていうのを親はやっぱ教えてから社長にするべきじゃないの？二代目の社長、三代目のその世襲制にこだわるんだったらね。と思いますね。まあちょっと信長の今日のお話でしたけどね。はい。日本はどうなったんでしょうね。非常に興味深いと思います。じゃあ、皆さん。興味を持っていただけたらチャンネル登録と、高評価ボタン、それと、あと全国の熊のね、発見した情報がありましたら、ぜひ、そんなもんないでしょ。コメントの方によろしくお願いいたします。はい。では、おやすみなさい。おやすみなさい。